の曲になりましたけれども、ハッピーエンドという歌があるので、今日の皆さんが楽しい一日が終わりますようにという気持ちと、そして明日からもね、皆さんがハッピーでありますように、そんな気持ちを込めて最後に歌いたいと思います。そしてね、本当にアッシュルームの彩子さん、この機会をありがとうございました。ハッピーエンドという曲を歌って終わります。皆さんどうもありがとうございました。